どうも、こんばんちは、キシトです。今回はね、こちらのゲーム、クゼツというね、フリーホラーゲームをプレイしていきたいと思います。ストーリーとしては、謎の声が聞こえる夢、ただの夢だと思っていた。だが、夢では済まなかった。おぞましい声が体の自由を奪い、意識をも奪った。気がついた時には、見知らぬ部屋にいたというのが主なストーリーみたいです。さすが、初めからやっていこう。お、子守唄。ねんねしな。今こういう歌を歌いながらあやす大人っていないんだろうな、きっと。いんのかな。神崎雄二。お、顔が今時っていうかすごいリアルだね。こういうゲームは、フリーゲームは初めてかもしれんな、やったのは。うん。そんで、ここはこの文法を使う。これでわかるか。高橋愛香。なるほど。だったらこれはこれでいいの。エルナ・ティ・シャーロット。外人じゃん。イエス、愛香、飲み込みが早いです。留学生かな。どうだ。次の英語のテスト、なんとかなりそうか。多分大丈夫だと思う。ありがとうね、神崎くん。エルナさん。お役に立ててよかったです。それにしても神崎くんってすごいね。日本人なのにここまで英語が伝えるなんて。ま、4年もイギリスにいればこのぐらいはな。おかげで中学の勉強も苦労しなかったし、ある意味親父には感謝してるよ。阿川純子。ギャルっぽいね。あれ、あんたたちまだ残ってたの？英語の勉強だよ。高橋が今度のテストが不安だって言うから、エルナと教えてたんだよ。へえ、よく英語の勉強なんてする気になるね。あんなのちんぷんかんぷんよ。成績ってのがあんだろ。お前、英語の成績結構やばいんだろ。赤点取っても知らないからな。問題なし、一夜漬けでなんとかなるし。お前、数学でも同じこと言ってたよな。テスト期間中にどんだけ一夜漬けするつもりだ。あー、聞こえない。何言ってるか分かりません。はーい、下校時間。さっさと帰ろう。すぐ帰ろう。早い。逃げたな。私たちも帰ろっか。神崎くん、エルナさん、また英語教えてね。イエス、またいつでも教えます。二人とも途中までは送っていこうか。最近武装だしさ。行方不明事件だっけ？突然人が消える事件だってニュースで言ってたよね。正確の申し出です。お言葉に甘えますよ。じゃあ私もお願いしようかな。よし、決まりだな。整った顔立ちしたイケメンだな。見つけたとか？なんだ。見つけた。誰だか知らないけど。勘弁してくれよ。明日も学校なんだからよ。お前たちで最後。ああ、ネミ。平瀬拓也、お前が寝不足なんて珍しいな。夜更かしてもしてたのか？ちげえよ。妙な夢みたいなのを見たんだよ。妙な夢ね。そういえば俺も見たな。変な声で見つけたって言ってたとかが。ちょっと待ってくれよ、本庄智樹。なんだよ智樹。その夢って最後にお前たちで最後って言ってなかったかい。まあ言ってた気がするな。ってなんで知ってんだ。僕も同じだよ。お前たちで最後って。俺たち三人が同じ目見たってのか。なんだか気持ち悪いな。偶然でしょうか。何かが起こる前触れでなければいいのですが。考えても仕方がねえだろう。とりあえず学校へ行こうぜ。こんな話してても遅刻なんてシャレにならないからな。それもそうだな。とりあえず行こうぜ。
3人がたまたま同じ目を見ただけ。あの時はそう思っていた。さてと、姉ちゃんは今日帰るの遅いって言ってたな。風呂は沸かしておかないと。おいで。今声が。ここにおいで。なんだ、急に体が重く。ダメだ、立っていられない。あ、ミシャンの部屋に飛んだ。なんだ、俺は自分の部屋にいたよな。くそ、暗すぎるな。スマホがあって助かったな。スマホのライトってめっちゃ明るいからな。とりあえず動いてみるか。ここがどこなのか、まずそこからだな。これはセーブだ。衣装を変える、私服。あ、そういうこともできるんだ、制服。俺ってどっちでいた。並び替え。もうそういうこともできるんだね。ゲームセット、持ち物は何もない。ちゃんと多分これ服も変わってるか、メニュー画面の。なんもないね。鍵はかかっていないか。誰かいませんか。お、エルーナ。エルーナ、ユージーさん、よかったです。知ってる人に会えました。エルナは一人か。はい、一人です。他には誰にも。やれやれ、一体何が起こったんだか。とにかく移動しませんか。明るいところに行きたいです。そうだな、とりあえず移動するか。で、エルーナがいるんだね。18歳、エルーナ T シャーロット。何人なんだろうね、どこの人なんだろう、エルーナさん。この屋敷にいると妙な声が聞こえる。一体何がいるんだ。ちなみにこのゲームは4人ヒロインがいて、各4人エンディングがあるらしい。エンディング、トゥルーエンドとバッドエンドがあるらしい。だから個別エンドみたいなのが多分あるんだろうな。祈りを捧げる修道場。ここ明るいね。お、トモキ？神崎くん？あなたたちもここに。トモキ、ここがどこかわかるか？いえ、さっぱりです。ざっと見たところ、古い屋敷だということはわかるのですが。エルナさんは神崎くんと一緒だったの？はい、そうです。相川はトモキさんと一緒だったのですか？うん、そうだよ。ますますわからねえな。どうして俺たちをここに連れてきたんだ。そんなことより、ここから出れるところを探そうよ。なんだか気味が悪いよ。それもそうだな。何かが起こる前に逃げれるところを探すのがいいかもな。お、仲間が増えた。一気に増えたね。別になんか物を調べるとかはできないんだよな。時々すすり泣くような声が聞こえる。声からして子供みたいな。こんな屋敷に子供が。子供ね。こっちに行く前に、こっちは専用の鍵が必要。ここはダイヤのマーク。トモキ、アイカ。
早く来い、すぐ後ろまで来てるぞ。お、タクヤ。タクヤ？ユージ？それに、トモキも。え、ルーナにアイカまで。ジュンコさんたちもここに？もしかして、お前たちも目が覚めたらここだったって言うのか。まあ、そうだよ。正直、何が起きたのかさっぱりなんだよ。ところで、その扉は玄関なのでは？そこから出られませんか？それだけはダメよ。外に野犬の群れがいて、私たちに襲いかかってきたのよ。腹が減ってんのかわかんないけど、すげえ凶暴だった。何の武器もねえのに、外に出るのは危険だぞ。マジかよ。ここに閉じ込められたってことか。ねえ、本庄君が言っていたんだけど、結構広い屋敷なんだよね。だったら他から出れる場所はないかな？あるかもしれませんね。探ってみないと何とも言えませんが。どちらにしろ外には出れないんだ。この屋敷を探索するしかねえだろうな。そうと決まればさっさと行こうぜ。何かが起きる前にな。ということで全員集合しましたね。広い屋敷だな。スペードのマーク、特殊な紋章。ここは？あ、これ同じ扉？同じ扉か。2階。何の絵なんだこれ。スペードのマーク、スペードね。ダイヤのマーク。鍵がいるね。基本的にいけないね。スペードのマーク。スペードが多いな。クラブ。クラブ発。クラブだ。こっちクラブだね。じゃあそこまっすぐ行くしかないってことか。行くしかないってことよね。一人で。誰だ？誰？あなたたちどこから来たの？野球の外は野犬だらけなのに。いや、それが俺たちにもわからなくて。目の前が真っ赤になったと思ったらここにいた。私と同じね。あなたたちはいつからここに？ついさっきですよ。30分も経ってないと思います。そうなのね。とりあえず椅子に座って話さない？立ったままじゃ疲れるでしょうし。そういえばまだ名前を言ってなかったわね。この子が最後のヒロインだね。私は桐沢早苗。大学生よ。あなたたちは学生？はい、全員高校生です。俺の名前は神崎雄二です。私は阿川純子よ。平瀬拓也です。高橋愛香です。本庄智樹です。私はエルーナ・ティ・シャーロットと言います。え、その名前ってもしかして外国人？イエス、父が日本人で母がイギリス人なのです。お、イギリスなのね。なるほどね。でもま、日本語が通じるみたいだから問題はないわね。じゃあお互いに情報共有といきましょうか。って言っても私もあまり話せることはないんだけどね。ところで、桐沢さん以外にも、桐沢さん以外に誰もいないのですか？私以外も誰も。少し屋敷の中を歩いてみたけど、どこもかしこも鍵がかかっていたのよ。鍵ですか。ということは、他に人がいるかもしれませんね。人ならいいんだけどね。ああ？どういう意味だよ、純子。タクヤ、外にいた野犬たちの目を見た？あんなに真っ赤に光ってるって絶対にありえないよ。確かにあの犬は普通じゃありえない奴らだったけど、人じゃないなら一体何がいるって言いたいんだ？幽霊とか？幽霊？おいおい、そんなものがここにいるってのかよ。どちらにしたってここに閉じ込められたのは間違いないわ。裏口でも何でもいいからここから出ましょうよ。これだけの人数がいるんだもの。手分けして探せば
玄関以外から出られる場所ぐらい見つけられるでしょう。人数的に3人2に分かれる感じかしらね。男が3人もいいから1人ずつ分かれてもらっていいかしら。あとはついさっき見つけた鍵を使える場所を一緒に探してほしいのよ。多分奥に行ける鍵だと思うんだけど、何が潜んでるか分からないから2人ほど私についてきてくれないかな。じゃあ桐沢さんには俺がついていきます。拓也と友樹は他の部屋を探ってくれ。わかりました。もし何か見つけたらこの部屋に戻ってきましょう。さてあと1人はどうするかな。とりあえずセーブ親切ここだよね。どうしようか。無難にアイカから行く。シャーロットちゃん、ジュンコ、上から順番に行くか。じゃあジュンコでしょ。いいよジュンコ、ついてきてくれ。わかった、二人ともよろしく。じゃあ高橋、俺と探索してくれると助かる。うん、じゃあ私は平瀬君と行くね。では私は友樹さんと行きます。じゃ鍵は神崎君に渡しておくわね。死の鍵、行きましょう。みんな気をつけてね物騒な名前の鍵やな。おい、早苗22歳だ。年上だね。結構スペードのマーク、あスペードだ。スペード結構あったんだよな。調べられるところは多分こうやって光ってるってくれるから、多分廃刀令、西南戦争、明治の方。廃刀令ね、この間授業でやったところだな。士族たちが反乱を起こす企画になったっていう法令ね。この人歴史に興味があったのかな。お前バカなのに詳しいじゃんま、こんだけ本があれば歴史の本があっても不思議じゃねえさ。難病についての本、セーブしよう。スペードですね。もはやどこにあったか忘れてます。ダイヤですねここだ。まずやっぱりここも暗いね。相変わらず苦手なのか。肝試しの時も相当怖がってたもんな。暗いだけならいいけど何か出てきそうじゃん。そういうのはちょっとね。ほんと何かいてもおかしくないわね。神崎くん、ゆっくり進んでね。わかりました。はぐらないようにしてくださいね。ということで行きましょう。最近妙な夢を見れば、どこか暗い穴の底から響くような声、一度だけでなく何度も。あれは一体何なのでしょう。頭が痛い、息をするのも辛い。私の体に何が起こっているの。このままじゃペンすら持てなく。そこで力尽きたようだって。これは日記か。今日からこの館に住むことになった。妻も娘たちも喜んでいる。連れてきた使用人たちも内装と外装に見入っている。住んでみて分かったのだが、家の周りに森が広がっているからか虫の類が多い。なるほど、ここの土地が思ったより安かったのはそのためか。そんなんで土地安くなるの虫が多いって、森があるから。しかしそれ以外は快適そのものだ。後日業者に頼んで害虫対策をしておこう。ん、これはそれこの館の見取り図じゃんみたいだな。とりあえず持っていくか。どこを歩いてるか分かりやすくなるだろうし。屋敷の見取り図、 C キーで開いて B で閉じます。はい、非常に分かりやすいです。待って、今あれか、夫婦の部屋か。夫婦の部屋だよな。特殊な紋章、これ1階に行くね。
中庭めっちゃ不気味な市松人形。この人形なんか気味が悪い。やばそうだね、本当に。動きそうなんだけど、すげえ。ちょっと、ユージ、その足元にあるのって。人の骨だ。人の骨って、誰かがそこで死んだってこと？まあ、どうやって死んだのかわからないけどな。けど、長居するとマジでやばいことは確かみたいだ。あなた、そんなの見て平気なの？映画とかゲームで見慣れましたからね。このくらいじゃ驚きませんよ。リアルと区別がつかなくなってるみたいな感じになっちゃってるから大丈夫、君。それにしたって、ちょっとは戸惑いなさいよ。俺、ゲームとか映画で見慣れたから、死体とか超骨とか余裕みたいな。ん？骨の下に何かあるな。装飾が施された鍵。このことをみんなにも知らせよう。一度戻るぞ。わかった。え？なんだ？今のってアイカの声。何かあったんだわ。探しましょう。なんだって？うわ！いなくなった。おお、ついてきてんだけど、あいつ、なんだあいつ。鍵を外した。あ、ここ入れるじゃん。近く、こっちに出てきた箱。もうちょい朝に抱き合いなみたいだ。一体誰がこんな箱を作ったんだ。赤いとなると、まさ、中身が気になるな。12文字。わからん。そして、不気味な人形がついてくるんだけど。ダイヤのマーク。大丈夫か、あの人形。どこだーい。どこにもいない。どこにいるんだろう。お、いた。高橋。神崎くん。拓也は、あいつは一緒じゃないのか。平瀬くんが、まともに話せる状態じゃないわ。一度書庫に連れて行きましょう。あそこなら明るいから落ち着くかも。何があった？大丈夫よ、高橋さん。ここなら大丈夫。みんなもいるからね。はい。相当なショックを受けたみたいですね。一体何が？人形が平瀬くんを。人形？紫の服を着ていて、おかっぱの髪で、あいつか！急に現れて襲いかかってきたの。平瀬くんは私をかばって怪我をして、それから二人で逃げて、怪我をしたままじゃ逃げられないからって、私をあの部屋に残して。おかっぱ頭の人形？そういえば、それらしい人形を見たけど、まさかあれが動いているっていうの？こちらに襲いかってくる人形ですか。今後、屋敷での探索の時は、細心の注意を払った方が良さそうですね。くそ、一体何だってんだよ。閉じ込めた上に、襲いかかってくるなんて、俺たちを殺そうとしてるってことか。明確な敵意はあるということですね。ここから出られないようにしているあたりから、嫌な予感がしていましたが。とにかく、拓也を助けに行かないとな。あいつを一人にしておけない。私はここに残れば、高橋さんのそばについておく。私も残ります。拓也さんも心配ですが、愛花も放っておけません。それなら私も残りましょう。この部屋を調べながら、三人のことを守ります。純子はどうする？ここに残ってもいいんだぞ。何言ってんの？あんたについてく。一人で探索する方が危険よ。サンキュー。助かるぜ。神崎くん。これ、屋敷の中で拾ったもの、何かの役に立つかも、持って行って。銀のコイン。二人とも気をつけてね。平瀬くんに襲いかかった人形が、どこにいるかわからないんだからね。はい。高橋のことをお願いします。はいはいはい。なぜ僕たちが襲われるのでしょうか。さあな。うん。はい。
じゃあセーブをして、そうね、上書きでいいか、ここだ、ここは。はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。